豆散歩。縁結びのご利益がいただける。熱海の木の宮神社へ。遅くなりましたが、ご挨拶に参ります。日本一早咲きの熱海桜も見ごろです。開運グルメを巡ります。食べて運気アップ、開運体質を目指します。運気を爆上がりさせる、には、家の掃除も大事ですよ。家を片付けて、きれいに、すると、気分も上がりますよね。そして、開運フードを、食べて、運気アップを願いながら、美味しくいただきましょう。必ず運気が上がると、信じることが大事ですよ。風水の開運フードを、調べて、食べ歩きしますよ。神社へ上がる前に、神社入り口にあります開運フード。いただきます。お腹を空かせて参拝することは、神様に失礼ですよね。お団子も美味しそうです。白い団子も開運フードですよ。新春そば880円。鳥居を眺めながら、神様にご挨拶するのをワクワクしながら、剣を引き寄せてくれるお蕎麦をいただきます。良い人間関係運をあげましょう。開運フード満載です。羽子板に見立てたかまぼこは、今年の開運フードの魚で作ってますので、良い人間関係を築けますね。巾着はお金を貯めるイメージがあります。白くて丸いお餅は貯蓄運アップ。うどんやそばなどの長い食べ物は縁を引き寄せてくれます。人間関係運を上げて、金運のある人と知り合い、自分の金運も上がりますね。積極的に長い食べ物をいただくようにしましょう。金運や人間関係運が上がると、幸せに過ごせますよね。良縁にも巡り合えますね。木の宮神社は縁結びの神様ですからね。ご祭神、大名持ちの御子と、霊行繁栄、身体健康、縁結びの神様。木の宮神社は地主の神様で、全国の木の宮神社の総社です。七味唐辛子で運気に活を入れます。辛い食べ物で運気のテンションを上げましょう。組み合わせながら食べると全体運も上がりますよ。ご祭神、大和たけるの御子と武勇と決断の神様。木の宮神社の本殿に上がりましょう。ご祭神、イタケルの御子と樹木と自然保護の神様。稲荷社で金運アップ。すごく美しい鳥居が並んでいます。ご利益間違いなし。まずは手水舎で清めます。それぞれの神様にご挨拶します。お稲荷様は商売繁盛の神様です。
しっかり参拝して、覚えてもらいましょう。縁結び、身体健康、霊業繁栄を受けられると信じながら、参拝して神々に結んでもらいましょう。神様に感謝の祈りを捧げれば、きっと人生が好転することでしょう。心から日頃の感謝を伝えましょう。この場所にいるだけで、すべての運気が上がる気がします。第二オークスが神々しく輝いています。樹齢1300年以上、落雷にも負けない第二オークス。神聖な空間です。本殿へ上がる前に、ご神水の神様にご挨拶です。ご神水は富士山の恵み。ご神水のお水取りもできますよ。ご神水で体の中から清めると良いですね。お水取りは申し込みが必要です。さあ本殿へ上がりましょう。本殿で神様にご挨拶します。あまりにも素晴らしい青い空です。心が洗われます。境内に毎日この葉のハートが見れますよ。何かドキドキしますね。清らかな気持ちで、まずはお礼を言って、頑張りますので、見守ってくださいとお願いします。しっかりご挨拶できましたので、木の宮神社最大級のパワースポット、樹齢2100年以上のオークス、健康長寿、心願成就を祈ります。何度来ても圧倒されます。オークスから最大級のパワーをいただきます。木に宿る神様を祀っています。ご神木を右回りに、一周回ると健康長寿、一年長生きします。心に願いを秘めながら、一周すると心願成就が叶う、と古くから伝わっています。ご神木に宿る神々から、生命力をいただき、無病息災を祈ります。健康で長生きしましょう。境内のカフェで一休みします。木の宮神社はご神前に麦こがしをお供えします。麦こがしのスイーツもありますよ。縁結びに良さそうなドリンクをいただきますよ。オープンカフェ、茶寮、宝庫。せっかくなので、麦こがしの入ったドリンクで、無病息災で健康になりましょう。甘いスイーツもいただきます。麦こがし使用のホワイトモカ660円。ハートのモナカの中にハートがたくさん入ってますよ。大々入りマラサダ330円。甘いものが揃ってしまいました。
生クリーム、そんなに甘くない、よかった。ストローがハート型です。良い縁が結ばれますね。私は良い人間関係を結びたいと思います。たくさんのカラフルなハートが出てきました。楽しい。油で揚げた子が音色のマラサダ。黄色いダイダイも入っています。最高の金運アップスイーツです。マラサダ大好き。甘いスイーツは幸せも運んできますね。優雅に泳ぐ鯉を見ながら、心地よい時間が過ごせます。弁天岩。古来から神々が宿ると伝えられています。手入れの行き届いた池。鯉も幸せそうです。時間を忘れて眺めていられます。緑の中で心地よい時間が過ごせます。スピリチュアル的な何かを感じますね。ご覧いただき感じ取ってみてください。42歳になる男性が厄除けを祈願して、7月16日に浜織神事が行われます。地元では御法蓮と言います。毎年7月14の15の16日、100年以上続く行事です。熱海駅に戻りました。ラスカ3階にあるパスタ屋1丁目。長いパスタを食べて良い縁を引き寄せて人間関係運を上げましょう。何度も言いますが、今年のラッキーフードは、天を引き寄せる長い麺類が良いそうです。積極的にいただきたいと思います。食後に甘いデザートをいただくと、金運アップになります。こちらのお店、とにかく、メニューが豊富すぎます。メニューをチェック。上げたい運気によって、選ぶといいですね。トッピングで運気が変わりますよ。それでも迷いますね。注文して待ちます。駅前を見下ろしながら、ほっと一息。最高のひとときです。頭の中をクリアーにすることも大事ですね。今日のドリンクは、アイスティー。
紅茶は金運アップの飲み物です。サラダ、パスタ、ドリンク、セット1540円。野菜を食べて健康運アップ。緑色は今年のラッキーカラー。赤焼き色のパプリカも元気になりますね。食べて運気を体の中に貯めます。カラフルなサラダで全体運も上がりますね。感謝して美味しくいただきましょう。フレッシュな野菜は若返りますね。シーザードレッシングも美味しいです。小エビのバジルクリーム。バジルはラッキーハーブ。エビは現状を変える。エネルギーが湧いてきます。クリームパスタで良い縁を引き寄せ、人間関係運を上げましょう。バジルクリームソース、最高に美味しい。美味しくいただくと体も喜びますよ。エビもプリプリで臭みがなく美味しい。エビやカニなどの甲殻類は才能運アップです。良いアイデアが湧いてきたり、頭の回転が良くなるそうですよ。チャレンジしたい時や現状を変えたい時には、食べる機会を増やしましょう。キノコも全体運が上がりますよ。金運を刺激するクリームシチューも、根菜類との組み合わせで貯蓄運を高めることができます。スピリチュアル風水、開運スポット、開運グルメチェックお願いいたします。心の在り方で人生が好転します。家族や周りの人に感謝してポジティブに行動することが大事ですね。美味しい料理をいただき、パワースポット巡りで気を浄化して穏やかに暮らすことが本当の幸せですね。いちごのタルト638円。そうは言っても行動するためのお金がないと前へ進むことができません。食後のデザートで金運を上げましょう。赤い果物は福を呼びます。行動力、冒険心を活性化してくれます。黄色いクリームは金をイメージさせてくれます。ピンクのクリームは恋愛運を上げます。三角のいちごは現状を良い方向へ導く力があります。いちごはポジティブに前進する力や、新しいことにチャレンジしたくなる気を高めてくれます。食べる機会を
増やしたいですね。自信を持って行動できます。ごちそうさまでした。次の甘いスイーツをいただきましょう。熱海バターあんパンのお店、また一庵さんです。いつも行列ですよ。店内も甘いデザートがたくさんあります。店内の商品は並ばず買えますよ。あんこが美味しいと評判のお店です。熱海バターあんパン380円。あんこがずっしり。バターとの相性抜群。発酵食品のパンや乳製品のバターも金運アップに良いです。白くて丸い大福は気を浄化して金運アップ。バター&ドーナツは金運のいいとこ取りですね。丸くて金色で揚げてある最高に金運を上げてくれますね。体重が気になる方はご褒美スイーツとしていただくと良いですね。楽しく食べて開運しましょう。素敵な未来をイメージしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。豆さんぽ続きます。